終わりです。昌平高校の曽直樹です。ポジションはトップ下と左サイドハーフをやっています。自分の特徴はドリブルで相手を翻弄することやドリブルからのチャンスメイクです。目標としている選手はロナウジーニョ選手です。簡単な試合じゃないと思いますけど、まあ、180人の部員の代表としてまたたくさん支援してくれる方々がいるので、その人たちのためにも全力で戦って勝ってやっていきたいと思っています。やっぱドリブルが好きなので、まあ、ドリブルでたくさんの人を沸かしたいですし、やっぱサッカーって楽しいなって思ってもらえるように、たくさんの人を魅了できるような選手になれればなと思っています。